こんにちは、柴田です。今回はディーン・ゼリンスキーのレビューです。このギターですね、いろいろなものがね搭載されていて、情報過多な感じなんですけれども、まずはですね、ボディがめちゃめちゃ薄いウルトラ新ボディと言われております。重量は 3.3、 非常に軽いんですけれども、ボディバランスはねめっちゃいいんですよね。ヘッド落ちするとかそういうのは全然ないです。そしてチューナーが搭載されております。ここをポチッと押すと、これはね何気にかなり便利ですね。非常に見やすいですしね。そしてなんとここにですね、ピエゾが入ってるんですよ。ピエゾというのはアコギに搭載されているマイクになります。ブリッジのところにですね入れておいて、シャリーンという音がね出るという、アコギではかなりね必須なマイクなんですけれども、それがねギターに入っていると。でしかもねミックスの音が出せるんですよ。ピエゾとピックアップをミックスできるというところでもですね、これ非常に音を出すの楽しみです。でピックアップはダンカン2発。そしてね1個ね注目、ここです。ネックの裏、この蜂の巣のようなブツブツ、握った感じはですね全然違和感なくという風な感じなんですけれども、これがライブの時の汗とかをこう逃がすようにボツボツができてるみたいで、まあねそんなに汗かくことはないんですけど、まあ仕様がもうライブ仕様ですよね。非常に薄いと、軽くて使い回しがいい、もろにライブ用という風な感じでございます。そしてロック式のペグで、スイッチなんですけれども、これで3ウェイになっていて、ピエゾとミックスと通常のポジション、そして3ウェイですね。でタップがついております。でボリューム、トーンと、たくさんの機能が搭載されてるんですけれども、スイッチの機能はですね割とシンプルで使いやすい。このボタンが何になってるのかとか、このスイッチは何なのかっていう風な考えることはですねほぼなく、スムーズにね使うことができるかなと思います。じゃあ生音からいきましょうかね。ボディ薄いんですけれども、しっかりとボリューム感があって、軽くないですよね。ちゃんと重量感もありますよね。でボディが薄い分ね、ネックがしっかりなってくれてるなっていう感じもあります。まあ、ピックアップはね弾丸なんでもう間違いないだろうという風な感じなんですけど、アンプ通すのはね初出しなんでね。で音出していきます。ピエゾから、迫力ありますね。もっとねカリカリなサウンドをイメージしてたんですけれども、しっかりとローも出ますね。ミックス、あやっぱこれピックアップは強いっすね。まあ、クリーンはやっぱりピエゾがいいっすね。設定をクリーンにしていてもやっぱ弾丸はが強いんですけど、まあでもカリッとしてますね。フロントああモワモワはしない。やっぱりボディの薄さがね、シャープさに現れてますね。
うん、色気系の音じゃないんですけど、しっかりと存在感があって、ミックス、ポジションがミックスです。まあ、このピエゾがあればクリーンはバッチリですね。そしてこの強いピックアップの段階ではやっぱりね、この歪み系がいいんでしょうね。しっかりとした太さがあると、ちょっともっと歪むと、ね、でもこっち系なんでしょうね。そういえばタップがあるんだ。タップがあるんで、そっかそっか、タップタップにして、まあ一回クリーンを鳴らしてみましょう。ああ、はいはいはい、やっぱりタップにしてピエゾとミックス、これは素晴らしい。どっちもいい感じっすね。で、いろいろ搭載されてるんですけれども、電池はね一つなんですよね。これはチューナーの電池ですね。で、両サイドにねザグリーがあると、まあ、これボディが小さくてね、ザグリー分けたのかもしれないですね。まあ、非常に面白いギターです。ボディ材はですねメイプルになっております。そしてネックもメイプルだからね、いい感じの硬い音、ピエゾでもねしっかりとしたメリハリの音が出てると。で、指板はローズウッドというふうになっております。千葉管楽器行った際にはぜひぜひ試奏してみてください。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。